右大日菌 E 指石管関節に発生した外傷性脱臼脱臼とは関節を構成する骨同士の関節面が正しい位置関係を失っている状態。程度により完全脱臼と不完全脱臼に分類される。人体や軟骨、骨が損傷を受けるため骨を正しい位置に戻しただけでは治らずギプスでの固定化手術が必要で後遺症が残る可能性がある。 関節の一般的な構造。水色は関節軟骨。赤色は関節を包む関節方関節とは骨と骨の連結部分であり、骨と骨が向かい合っている面がある。この面が位置関係が本来の状態からずれた状態を脱臼と呼ぶ。外力により発生するほか病的な原因で起こるケースがある。脱臼の症状のうち、脱臼固有の症状には、 玉発性固定、関節部の変形がある。また、一般外傷症状として、頭痛、主張、機能障害が挙げられる。脱臼が見落とされるなどして、長期間放置されると、都市征服が困難となるため、早期に治療を行うことが大切である。脱臼の発生頻度は、清掃年で高く、小児や高齢者では、比較的少ない。これは、小児や 高齢者では、外力が働いた場合に脱臼ではなく、骨折を起こすためと考えられている。なお、関節部の損傷を示す言葉の一つに念座があるが、これは関節法や人体の損傷を指す用語であり、骨の位置関係の異常を指すものではない。脱臼は様々な観点から分類することができる。完全脱臼不完全脱臼または、 アダ臼キ外傷性、脱臼病的、脱臼先天性、脱臼後天性、脱臼脱臼に陥る場所は、多様される関節に限らず、骨と骨をつなぐ場所ならば、どこでも起こり得る。脱臼の症状に、関節部の痛みや主張、関節の変形、関節を軸にその先の部位が正常に動かすことが、できない、脱臼をした部位が短くなっている、等の症状がある場合、脱臼が起こっている恐れがある。 脱臼は一刻も早く元に戻すことが大切であり、遅くとも8時間以内に征服を行うべきである。あまり遅れると全身麻酔の手術が必要となることもある。人体には自己修復能があり、また素人治療が施されることがあるが、脱臼の征服には原則として専門家の手を必要とする。素人治療の挙句。 正確な定位置に復元されていない状態で、長時間が経ってしまうと、関節が変形した状態で固定されてしまい、将来痛みや炎症の原因ともなりうる。制服には固定が必要であり、関節の回復は遅くおよそ6から9ヶ月かかることからも根気よく、時間をかけ修復する必要があるが、肩関節や顎関節は日常で使う部位であり、 長期固定が難しいこともあり、脱球が習慣化することが多い。自分で制服できた場合でも専門家や医療機関での受診が必須である。関節内の損傷状況により、固定、リハビリテーション、過量が必要となる。特に、人体などや周辺の筋肉損傷、骨折、神経組織を圧迫している場合もあるので、素人判断は禁物である。 外傷性脱臼を起こした後に、軽微な力で脱臼を繰り返すことがあり、これを反復性脱臼と呼ぶ。治療を中断して、固定期間が不足した場合、腱の付着部位が、剥離骨折している場合などに発生する。肩関節、顎関節に発生しやすい。また、明らかな外傷がないにもかかわらず、軽微な力で脱臼を繰り返すものを、習慣性脱臼と呼ぶ。 関節の腫管など素因がある場合に発生することがある。剣を骨溝に固定する、筋死体もしくは人体が損傷され、剣が本来の位置から滑り出た状態を剣脱球という。飛骨筋剣や上腕二頭筋長頭腱に起こることが多いが、マレニアと軽骨筋剣にも見られる。飛骨筋剣で起こる症例では腸飛骨筋剣のみのものが多く、制服は容易であるが、 再脱球を起こしやすい。脱球発生時には玉発と同時に頭痛が起こる。ほとんどの場合は外傷性だが、剣の通る溝が浅いことも素因になる場合がある。いずれも反復性になるため、手術を要する。ありがとうございます。